はい、皆さんこんにちは。バックパックバトル続きからやっていきたいなと思います。ということでですね、前回はですね、まあこれね、買ってすぐに初見でですね、一通りこのね、ランクラッシュモードをなんとかクリアして、はい、なんかチュートリアルがあるかなと思ったけどないんでね、なんかなさそうだったんでとりあえずやりながら覚えて、まだ理解はしきれてないんだけど、まあなんとか一通りクリアまでは行ったんだけど、でね、今回はですね、この違うやつ、前回レンジャーだったから、これリーパーとかバーサーカーとかパイロマンサーとかなんかこういろいろいるから違うやつで行こうかなと思ったんだけど、やっぱ気になるよね、このランクモードとりあえず、まあ前回このランクなしモードやったんだけど、まあ今回はですね、これちょっとランクモードにちょっと挑戦してみようかなと。はい、まだやってないんで、これランク0のブロンズです。はい、まあどんなもんかわかんないんだけど、やっぱ気になっちゃうんでね、あ、とりあえずこのレンジャーでちょっとランクモード行ってみようかなと思います。どんなもんなんやろうな、まあ、ブロンズって言うてるからそんな強いやつは出てこないんだろうけど、まあとりあえずですね、とにもかくにも行ってみましょう。コテンパンにやられるかもしれんかな。ということで、また早速始まったんだけど、相変わらずどうしようかな。最初はやっぱ武器を増やしておきたいんだけど、木の剣2つっていうのもな、1313でしょ。まあこれも何が強いかまだよく分かってないけど、ほうき入れてしまうか。ほうき入れとくか1個。ほどほどやな。オッケー。これスタミナってやっぱ大事だよね。スタミナがある程度ないとすぐ疲れちゃうからね。どうしようかな。スタミナか、これなんか松明みたいになるんやな、これな。どうしようかな。これなったよね、これね。松明ね。松明だとちょっと強化されるよね、確か。まあいいや、はい。木の剣もう一個あんまりいらんぬ。ちょっと。あー、バナナか。バナナあっていいな。バナナ入れといて。ほんで、石か。うまいこといかんかな。これ2個。2個うまいこといかんな。あ、そうか。わかったわかった。こいつ入れて。あ、押して。ここや。よし。あー、これ欲しいな。リジェネあった方がいいけど。まあ、とりあえずこいつだけちょっとキープしとくか。よし、これでいってみます。ランク第1戦目。初めてやります。どんなもんなんやろうな。あ、これはいけると思うけどな。あ、これいけるね。よしよしよし、最初は行ったら。あ、これも同じ感じで行くの、ランクって言うて。まあいいや、オッケー。あ、これであれか、松明に変わるんだね。まあとにもかくにもやっぱりこれ拡張がね、命なんです。どうしよう。ちょっとリジェネだけ買っとくか。石ねー、石入れとくか1個。何もないしよし、とりあえずこれでいこう。まあ最初の方はもうこれでなんとかご利用しできるんじゃないかという。うわ、バナナ2個持ってやがる。これ結構めんどくさいかもな。回復回復してくるな。まあでもいけると思うんだよな。ほら、めっちゃ食うじゃん。オッケーオッケーオッケー。あ、あ、いいね。なんか意外にいってるな。ブロンズだからかな。オッケー。そしたらそろそろ、人参か。ニンニク増やすか、バナナを増やすか。バナナ増やすとまた耐久力上がるんだけど、果たして必要かっていう話があるよな。人参なー、便利なのよな。これデバフ効果をね、マイナス効果を除去してくれるから。あると便利だとは思うんだよな。こいつ取ってどうしようかな。迷うな。人参と、バナナ2個いるかな。それよりも火力もう1個増やすかな。いやー、これスタミナ消費でかくなると思うよな。いや、まだね、まだ削れると思うんだよね。まだちょっと耐久力に振っても削れる気はするんだけど、ショートボウ、それよりもショートボウ入れるか。これスタミナ消費低いしね。ショートボウ足して
人参足すっていうのもある。ちょっと行ってみるか、それで。うん、これでちょっと行ってみよう。どうにかならんかな。あー、なんかプレイムスタック、なんかいろいろあれ、こいつまだ使ってないからよく分かってないよ。いけいけいけるよな、いけるよな、まだ大丈夫やな。よしよし、疲労が溜まってきた。疲労ダメージが半端ないよな。よし、オーケーオーケー、いいね。ランクモードなんだかんだうまく、よし、もう何でも何もね。やっぱりとにもかくにもやっぱ拡張ね、先にしたいんでね、俺は。これ4でセールしてんな。ちょっとガード固めてもいいな。どこに作ろうかな。ニンニクちゃんを一回外してこいつに変えちゃえばいいから、外してこいつを付け加えるか。ブーツな、ブーツ使ったことねえな。体力 70% 以下になった時クローバーと強化を1で8シールド獲得か。1回だけか、1回だけなんや。なるほど。こうするか。もうこれ置き場ないな。オッケー、じゃあこれでいってみよう。さあどうだろう、まだいけると思うんだよ。まだいけると思う。ちょっと重くなったけどね、体力消費がスタミナ消費が大きくなったけど、あ、じゃ結構耐久力強化したと思うからいけるんじゃないかという。よしよしよし、削れ始めたぞ。削れ、いいぞ、やれやれ。疲労が溜まってきた。なんかやべえ、なんか使ってきた。何あれ、あ、やべえ、やばくない、あ、やべえ、やられた。うっそ、削りきれんやったか。ちょっと待って、どうしたらいいんだろうな。これがやっぱほうきとか、ほうきがやっぱショート棒弱えか。どうしようかな。ヘルスポーションか。ポーション欲しいな。いやーでもな、これあると便利だと思うんだよな。ほうき、迷うね。なんか大した武器が来ないから。早くも、ちょっと待ってな。そしたらポーション1個欲しいね。入れときたいね。そうだな。人参1回外して、いや迷うな。フライパンな、一回これだけ入れて。あー、ちょっと待って、武器来たな。茨の鞭か。どうしよう、まあ、とりあえずこれ買えないから今、まあ、ニンニクととりあえず人参入れとくか。いやー迷うね。これでいってみよう。はい、どうだろう。あー、いいなー、強い剣がある。火力不足なんだよな、結局。もうちょっと強い武器が欲しいよね。削るのが、あ、まあ、でもこれだってゴリ寄せるな。オッケーオッケー、これで耐久力でなんとか持ちこたえてるわ。疲労が溜まってきたけど、ほら削りきれないよな、なかなか。よしよしよし、ちょっと強化したいね、パワーをね。あ、スピアか。
はい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 、ちょっといいね。まずこいつをサクッと捨てて、そうね、どうしようかな。ちょっと待って、これなんだっけこれ。あーなるほど、マナを獲得か。スタミナ消費多いか。これででもだいぶ楽にいけると思うんだよ。なんかオーブ入れたい気はするな。1個外して、ちょっと生地の1個外して、オーブ入れてみるか。良いんかなこれ。 OK、 ちょっと行ってみよう。はい、さあやってくれ。またこれあ、まあ自分も使っといて言うのもあれやけど、敵のねこのアーマー鬱陶しいねなかなか削れないから、これがなんか鬱陶しくなるんだよな。いけ、オッケー、いいよ。アーマー剥がしたぞ、やれ。あー削れるか。これ疲労ダメージがしんどいのよな。夜になるとね疲労ダメージくるからねこれ。あ、いい勝負、いい勝負。オッケー、1でも勝ちさ1だけ残ったわ。はあ、結構ギリギリの戦いしてんな。これゼロやんな。ちょっと待って、ポーチで、どうしようかな。待ってな。ダガー入れて、シールド破壊かな。これやるとできる。待ってな、アイテムを入れといて、よしこれでいってみようか。あでも待った、使用速度が、そうやな。ああどうしよう、ちょっと待ってめちゃめちゃ迷うな。よし、いや、まあ、とりあえずこれでいってみよう。あーもうなんかすげえ多いわ、なにこれ。怖いな。40、また硬いな。竜鱗の鎧だぞ。すごいな、なんか見たことないようなやつもあるわ。あ、でもなんか買ってるわ。オッケー、いいぞ。やれ。これ疲労ダメージがしんどいのよ、これ。マジで夜、ああまあ回復した。これなんかあるのか、回復が。これか。あ、しんど。あーやべえ、やっぱやられた。削りきれんな。ちょっと待って、どれにしよう。ああなるほど。
これいいな。4月1日でアイブ一つごとに。ハンターにしてみるか。ハンターしよう。あ、来たレイピア。これは強いの来たぞ。そしたら、いや、松明もいらんな。1.07。いや、レイピア絶対必要だな。ちょっと待って。これはもうレイピアに託すしかないので。一回松明にさよならして。こいつを。40% の確率で良いよな。で、これで、だが、どうやろうかな。外して、とにもかくにもレイピアを入れると。ほんでたら2でしょ。あとですよ、少ないスタミナ消費。 OK、 フラスコか。どうしようかな。相手が体力回復したとき、毒3不要か。同時に自分にも毒が来るんだよな。でも相手に毒つけれんのいいよな。そうだね。ニンニクを一回外すか。ちょっとニンニクがな、微妙っちゃ微妙だけど。星付きアイテム5回発動時体力を9回復する。あ、これ強いか。5回か。はい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 。どうしようかな。これを加えたらどうなる。フラスコの方が強いのかな。ぽよん。ちょっとこれでいってみようか。これ初めて使う気が、使ったんかな。ちょっとあんまり記憶ないから、とりあえずこれで。これ若干気になるな。ちょっとキープしとこう。はい、これでいってみましょう。よし。これでどうなるかやな。削れるか。レイピアちゃんと手に入れたからね、これ。レイピアで火力出るでしょう。いいよ。はい、頼むよ。削ってよ。おお、やばいやばいやばい。オッケー。よし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 。いやー、来たね。来たよ。はい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 。よし。まあ最初はやっぱ拡張ですね、何が何でも。そうだね。ヘルムか。ポーションのポーチも入れといて、ちょっと置き場所がむずいな。とりあえず置いとくか。ほんでここにこれ入れたらさ、いや待った、どうしようかな。
多いか、スタミナ消費。まあいいや。これで、やっぱこれ気になるな。これあると便利だと思うんだよな。ただ相手がどんだけデバフ除去をしてくるかな。ヘルスポーション1個あるからな。よし、これでいこう。あ、ゴールドが足りない。よし、そしたら玉ねぎちゃん売るか。あれ、もう1個か。そしたらですね、はい、 OK、 これでいこう。さあ、なんとかなるでしょう。これでどうなるか。うわ、やばいな。なんかすごいのがいっぱいつけてくるな。ドラゴンブーツ、あ、これきついかもな。装備が強そう。あ、でもいってるわ、なんだかんだ。うわー、このアーマーの回復よ、これしんどいな。シールドのね。あ、でもなんかいけてる。いけいけ、よしよしよし、来たね。いや、なんか生きてるわ、なんとなく生きてるわ。よし、そしたらここまで来ると何がいいのかよくわかんないけど、とりあえず買っとくか。買って買って、そしてだ、こっち側の方がいいかな。やっ、うん、違う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 、これいいな。よし、これで行ってみよう。わかんない。星のついたアイテムの使用速度が速くなるっていうぐらいだから。あ、あれ入れとけばよかった、クローバー。ここに忘れてたわ。なんとか行ってくれ。削れ。またなんかで回復するんだろうな。あ、大丈夫、いける。やばい、なんか相手持ちこたえてるぞ。いけ、削れ、切れ。よしよしよし、ふう、いいよ、いいとこまで来た。これで、うわー、聖なる鎧。これ絶対強いやつ。これの上位互換やな。45、55。まあ、じゃあもうこれもういらないから、とりあえず、待って、こいつを売って、こいつにしちゃえばいいんだろ、これ。こんなもん。うん、OK。それで、あー、なるほど。よし、これで行ってみよう。もう金もない。4、4、いや、ちょっと待って、3あるけど置き場所がないな。バナナしかないもんな。お、この王冠やん。なるほど、これも欲しいな。ちょっと待って、これキープしとくか。よし、こんなもんでいこう。よし、さあ、頼むぞ。頼むぞ。うわー、やべえ、なんかすんごい、なんかすごいぞこれ。太陽の鎧だって。聖なる鎧じゃ勝てないか、太陽の鎧に。なんかいろいろあるな、キャラクター。いろんなキャラクター使うと面白いそうだな。やばい、やられる。これが強いよな、ハートの容器がな。やばいやばいやばい。あ、これダメだわ、強っ。耐久力やべえな。なるほど、こう来たか。2秒間無敵だもんな。マナ貯めてこいつを2秒間。あった、金が足んないのか。
12、あと1。よし。とりあえず輝ける王冠を入れてみた。体力 2.5 秒ごと5、これは結構いけんじゃないか。よし、行ってみよう。頼むよ。うん、相手も鎧持ちだな、アーマーがな。これすごっ、なんか色がまた合体してんのか、石炭の塊と。へえ。え、てかやばい、押されてる押されてる。やっぱしんどいかな、これ戦い方。相手を削りきれ、あ、いったいったいった、オッケーオッケーオッケー、いけ、削りきれ、頼む、回復すんだ、オッケー。おお、あぶねえ。なんかもうカードとかすごいね、なんかいろいろ組んであるね、これ。いろんなこんなの参考にしなきゃダメだな。いや、ポーチ、とにもかくにもやっぱポーチをつけときたい。でだ、これどうしようかな。ちょっと待ってな。いやー、どうしよう。ちょっと待って、迷うね。パイナップルが若干気になるんだよな、さっきから。パイナップルかな、なんか強そうなんだよな。要するにトゲ、近接攻撃によるダメージを受けたときに、1スタックごとに1ダメージ、要するに相手に与えるってことだよね。で、それで、それ4秒ごとにそのトゲを獲得して、体力3回復しながら行くから、結構やれんじゃねって思うんだよな。どうなんやろか。ちょっとこの剣がな、入れ替えた方がいいのかな、これ、スピアと。どうなんやろうな。迷うな。火力は足りてんのかな。でもスタミナ消費がもう多いからな。これ以上また武器入れると、スピアを取るかこいつを取るかって話になってくる。ただこいつは吸血持ち、ヒット時に1消費してたけど、リジェネが俺基本的にあんまり組めないから、これ1個しかないんだよ。バトル開始時に2リジェネが来るだけだから、リジェネを生み出すようなものになってれば、あー、これで一応リジェネ出てんのか。いやー、どうしようかな。こいつあれ？いくらで売れる？ 3 で売れるか。ちょっと変えてみたやり方。これでまあどうなるかだね。ポーション、あ、ポーションに移した方がいいな。ポーション。だいぶ空いたな、隙間が。ちょっともうアイテムがないのよね。金がないから。よし、これで行ってみよう。うわー、なんかすごいな、アイテム。頼むよ。これが機能するのか全くわかりません。とりあえず、頼む。なんとかしてくれ。よし。もうこれ、アーマーがうっとうしいな。やっぱアーマーをなんとかこう、貫通させていくことってめちゃめちゃ大事だと思うから。頼む。いけ。あ、なんとかいけそう。押してる押してる。よし。オッケー。あ、来た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 。ちょっとランキング変動、いや、いいよ。
ちょっとまずサバイバルモードあるみたいだけど、俺とりあえずこれでいいわ。勝利を味わうランキングエンドプラス29だって。これでどうなる？ランク初めてクリアしたわ。あ、これでブロンズ29に行くな。ああ、なるほどね。これでシルバーとか上がっていくわけだ。OK、29来たわ。はい、ということで、とりあえず初めてのランクにね、このレンジャーで挑んでですね、はい、ブロンズランク29まで来ました。まあ、これが溜まれば次シルバーってどんどん上がって、ゴールドって上がってくんだろうね。いやー、面白い。まだ全然ね、いろんなことを理解しきれてないけど、まあ、使ってないアイテムもね、敵がどんどん使ってくるから。まあね、次はね、あれだね、この違うキャラクタークラスか。リーパーとかバーサーカーとか、このパイロマンサーとかね、なんかこういう違うクラスでね、ちょっとやっていきたいかなと思います。まあ、とりあえずですね、今回はですね、初めてちょっとランクに挑んでですね、まあ、無事に10回はクリアしたと、10勝はしたと。で、ブロンズ29まで行きましたということで、今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。